トリメチルボランは、毒性と、自然発火性のある常温下で気体の物質である。有点は摂氏161.5度で、沸点は摂氏20.2度であり、液体でも、気体でも無色である。赤外吸収スペクトルのピークが、最高値を取る波長は 1330cm-1 であり、3010cm-1 と1185。 センチメートルマイナス1でもピークが現れる。高濃度のトリメチルボランは空気中で自然発火し緑色の炎を発しながらすすを出して燃焼する。蒸気圧曲線はログ P=6.1385 イコールプラス1.75ログ T-1393.3T-0.007735T マイナスマイナスで与えられる。分子量は五点九一四であり。 蒸発熱は2 5 6キロジュールマイモルである。トリメチルボランが初めて合成された際に用いられた反応は、気体状態の3塩化ウ素にジメチルアエを作用させるというものであった。しかし、この反応では、クリニアール子薬を用いて合成されるが、溶媒からの不純物によって汚染される。トリメチルボランは、 ジブチルエーテル溶媒中の酸周波放送と、ヘキサン溶媒中のトリメチルアルミニウムの合成反応によって、約98%の収率で合成される。また、トリブチルボランとトリメチルアルミニウムクロリドとの反応や、テトラフルオロ放酸カリウムとトリメチルアンモニウムとの反応によっても得られる。さらに、溶日、メチルマグネシウムとエーテル溶媒中の酸、 物価放送との反応でも得られる。溶媒中、または、期待中に酸素が存在するとゆっくりと酸化して、ジメチルトリオキサジボランが生成される。ただし、この反応の主成生,生物は、ジメチルボリルメチルペルオキシドであり、急速に分解して、ジメトキシメチルボランになる。トリメチルボランは、強いルイス酸である。室温で、水や塩素と反応する。グリースとは反応するが、 テフロンやガラスとは反応しない。アンモニアとは不可体を作ることがある。トリメチルボランはジボランと不ヒトしか反応してモノミチルジボランとジメチルジボランを生成する。気体の状態ではトリメチルホスフィンと反応しているイス塩を作る。この反応熱はマイナス41キロカロリー、モルであり、この時の消化熱はマイナス24.6キロカロリー、モルである。 メチルリチウムは、トリメチルボランとの反応により、テトラメチルボラン樹王を作る。テトラメチルウ酸イオンは、不電下を持ち、ネオペンタンや、テトラメチルシラン、テトラメチルアンモニウムのカチオンと等電子的である。高純度のトリメチルボランは中性子カウンターとして、用いられる。また、化学上着にも用いられる。ありがとうございます。